俺に言われても。てか普通に二人でファミレス来ちゃってるけど。あの事務所か。なんでバレたのかと思って。ま、それよね。私たちは知らぬぞ。帰るわ。今回は緊急事態だったけど、本来は予約してくれないと会う気ないから。あの子の気が変わらない保証はないし、お互い二人の動向には常に気を配ろう。え、今の声千鶴さんですね。水原千鶴さんのご職業については今後一切口外しないと。好きなんです。水原、いいのか出てきて。もうバレてるわよ。あなた自分の言ってることが分かってる？和也さんの言う通り、私たちはあくまでレンタル彼女として。え、何考えてるの。可愛ければ誰でもいいわけ。誤解だって。千鶴さんは触られましたか？おっぱいを。触られるわけないでしょ。はあ、それもそうね。ためらわないなんて入ったことのある証拠です。確かに。あの、お好きに。あなたはルカちゃんのこと好き？好きじゃねえよ。証言とズレがあるけど。誰かに好きなんて言われて。分かった。じゃあ付き合うべきじゃ。レンタルじゃないんだから。はい、そうですかなんていかないわよ。きっと大盛り上がりだって。もうちょっと外で。たとえ君の宝待ち込めん。もう勘弁してくれ。君が千鶴さんを好きなのは知ってます。お試しだって言ってるし。え、ああごめん、私クリスマスは予定があって。はい、これプレゼント。だから男手玉に取って喜ぶってタイプでもなさそうだし。水原、おしゃれして超可愛い。可能性の一切をレンタル彼女。周りには黙って付き合ってるって可能性だってあるし、大海泳ぐよりありえねえだろう。そんな悪い子だ。サンタさん来ないぞ。仕事じゃ客に笑顔振りまいて、裏じゃイケメンと付き合ってるなんて。やっぱ付き合うならイケメンよね。これどうかな。ね、理想のカップルって感じ。ああ、食べたいメニューは玄関のホワイトボードに書いておいてって言ったでしょ。じゃあ早めに作って待っててあげる。マジ何様、シンプルなストーカーじゃない。約束は全てなかったことにして。水原、水原。あなた、なんで私と海くんが。ピアス直してもらってただけよ。あれはそのうん、私女優なの。ったく、ほんとバカね。シンプルなストーカーじゃない。今なんだ。ごめん、マジでほっとけなくて。お詫びだから。ちょっと何泣いてんのよ。プレゼントじゃないっていい。どうしようもない俺の人生は。泣いてる。振られちゃった。水原、地下鉄以外で帰って。え、彼女だっつってるんだからプレゼントくらい普通でしょ。事務所の意向なの。ここではっきりさせたいことがあるの。あなた私のこと好き？あなたに気持ちがあるとなると話が変わってくるもの。うわ、すげえかわいい。食事しながら初詣だから半日がかりになっちまう。おばあさん、明けましておめでとうございます。本年も二人の知人なら大歓迎じゃ。なんでルカちゃんが今日のこと知ってるのよ。待ち合わせ場所、何か心当たりあるの？あ、いや、彼女です。
ルカちゃん一緒に行こう。え、カズヤ君に全部聞きました。千鶴さんのやってるそんなうまくいかない。確かにズルズル来ちゃったのは認めるわ。でもいろいろと難しい事情が。ちょ、何すんのよ。カズヤ君のこと好きなんじゃないですか。え、違うわよ。何よ。え、得したの。まさか。呆れた。やだ、あんまり見つめないで。しゅんくんだよね。この辺初めてでちょっと迷っちゃった。行こ、しゅんくん。メリーゴーランドもある。私ずっとここ来たかったんだ。今までの二人の関係はレンタルのそれじゃねえ。大学のレポートをやんねえと。じゃあ一人で行こっかな。サンエス級だわ。声や喋り方や仕草までまさに。何をわけのわかんないこと喋ってんだ俺は。シュン君って面白いんだね。傷口に貼る絆創膏くらいにはなりたいなって。お代はもうもらってるんだ。ごめん、私ちょっとお手洗いに。大体あなたそれがどういうことかわかってるの。私のことがバレて恥かくの。やっぱフェアじゃねえよ。どうかな。どうしても会いたくなっちゃって。あの、どうも。レンタルしてほしい女の子がいるの。元カノ、マミちゃんだっけ。だわけだし、あなたが彼女を作るという意味では無視できない女性でしょ。そう、憧れの先輩がいる。え、相談。いいよ。19歳、現在フレッシュクラスナンバーワン。年は同じだが。え、すごくいい子ですよ。可愛くて真面目で純粋で、人見知りなのが不思議なくらい。そう思えた時、勇気を出せるんじゃないかな。もう始めて1年になるし、女優の仕事で生活に困らないなら専念してみるのもいい。今まで付き合ってもらっただけでも感謝しきれないっつうか。いい、これでいいの。ダメダメ、集中。マヤさんには何の関係もないんだから。よし。